それでは先攻が高柳高校クレイ。それでは先ほどのようにお客様に向かって一言シャウトください。先攻高柳、東京から来ました。3月なんか北千住っていう下町でイベントやるんで、よかったらチェックしてください。クレイ一言勝つ。それではこのバトルビートはこちら。それでは行きたいと思います。先攻高柳高校クレイ、レディーファイすいません、もう一回いきますね。いいトラックがかかる場合はもう一回いきますよ。 DJ の方、よしよし、すいません、ちょっとね、音のトラブルがね、ありましたんでね、ご了承ください。ちょっとね、今だけね、軽く確認なくなりますんでね。 DJ、 この試合、すげえ見たかったって人どれぐらいいますか？もっといい人、この試合見たかったって人どれぐらいいますか？じゃあしっかりとタッチお願いします。 OK ですか？いきます、レディーファイ。お前言ってやな一言キャッツ、俺からそれはそれは一言キャッツ、みたいなもん言葉で一言キャッツ、負けるわけにはいかねえもん、だかけ合うエンジンだったら常に全開、この場は俺は上に行きたい、そいつの本名はクレイシューだろ、俺が勝ち上がって上行くんだよ。クレイシューだろ、俺のプリンタルがすげえシューだろ、絶対あんたに負けないの、俺に勝てないの、そして勝てなちも俺は最後に輝くサテライト、これが俺の言葉だ、しっかりこぼれ俺って勝てなちもサテライト、その意地たる踏み情けないよ、時代の勝てないの、イメージの上じゃ勝てない、俺の言葉じゃ時点で勝つ、そのあたりはいいが、俺だってまだまだ100、意味のあるダンス機器のギャスター、耳の油とでギャルでクレイクレイヤー、油出したところでも俺この場所しっかり息のゴールをかかるか、バースが1のバースがかからた、俺の言葉ただ涙、ただ涙をしたそこはないから、俺の戦いが半端ない、マジでお前のスキルに半笑い、終了。それでは判定いきたいと思います。しっかりした声をお願いします。それ分かるよ、見たいもん俺も。先攻高柳、後攻クレイ、はい、延長です。それでは先攻後攻入れ替えて8小節にまた行きたいと思います。先攻がクレイ、後攻が高柳、延長ビートはこちら。それでは行きたいと思います。先攻クレイ、後攻高柳、延長戦レディーファイル。俺はビートにも音乗り落ち、この延長戦お望み通り、わかる、この場所って何すんの、俺がこの場所ってまずフット上げてく、この場所フットじゃねえが、上げてくぜメンバー、お前はキレイと、俺がこの場所で一番手、そしてマイク一本で息がって最高のジャッジをお願いします。先攻クレイ、後攻高柳、先攻